本当に美味しいもの食べられるマロか？あるはずマロ、多分できた。ごめんサユリ、私寝ちゃった。いいよ、私の方こそ起こしちゃってごめん。で、どうにかなりそう？わからない。でも、私が1年間学んできたことは出し切れたと思う。そっか。うん。大丈夫？少しは休んだ方がいいんじゃない？でも、みんなとの打ち合わせもあるし。ちょっといいかしら。決勝のメニュー、あなたが考えるって本当なの？はい。私にはなんであなたがいつも特別扱いされるのかまだわかりません。でもあの方が決めたこと、何か考えがあるのでしょう。いいですか、くれぐれも美月様に恥をかかせないように。わかってます。それと絶対に優勝しなさい、さゆりさん。頑張ってね。私たちも応援してるから。かっこよかったですよ、椿さん。私たちずっとついていきますね。残り10分を切ったのである。デオジゲートも最終工程に入った模様。美月様、ラストスパート。頑張れさゆり。そろそろ仕上げといきましょうか。行くわよリサ。オッケー、ミサイ。黒缶ブッシュ完成でありゃ。ちっ、先を越されちまった。ならこっちも。うん、待って、派手に決めるぜ。じゃあ始めるよ。それならば、参る。みんな、すまねえな、サユリ。最後の最後でヘマしちまった。リョウ君、そんな。みんなのテクニックが通用しないなんて。彼らは何遊んでるのかしら。楽勝だったね。やっぱり私なんかじゃ。諦めちゃダメマロ。みんな、あの子を助ければお菓子が食べられるマロ。絶対もうまい。なんだ、力が湧いてくる。レジュレクション。みんな、ちょっとずるいけどお菓子のためマロ、ありがとう。何が起きたかは分からんが、これでとびっきりのお菓子を作ってみせるぜ。いけさあ、僕たちもね。はい。ボンジュール、魔法にかかって、どんな恋もどんな夢もその手の中。こんな非常識なことが。綺麗。ボンジュール魔法にかかって、きっとできる、きっと叶う。私たちが未来へ伝えるべきもの、それは地球です。すごい、あれが全部おかしい。地球、多くの偶然が重なり生まれた奇跡の星、そして私たちを未来へ運ぶ永遠の箱舟。帰ってきてよかった、強い子に会えて。まさかそんなものを作るとは。我々の乾杯です。ギャラクシードリームコンファクションズ優勝はフェルリール聖火学校。
困る。